こんんにちはキンちはゃ BBH と申します今回は日経225先物の,のです、ねえー、動きについて、えー、相場の原理原則の、ね、インジケーターを使って、えー、分析をしていきたいと思います。まあ、最近ですねあの、まあ、モチベーションがめっきり落ちてしまいましてなかなかですねあの毎日の,あの分析はできなくなってしまっているんですけれども。 まあ、再生数がですね、えー、よくなるようであれば、またですね、えー、毎日投稿していきたいと思いますので、えー、どうかですね、しっかり見ていただければなというふうに思います。本動画をご視聴される上での注意事項になります。ご確認ください。はい、ということでですね、えー、早速、分析に入っていきたいと思います。まあ、とりあえずですね、えーっとまあ、日経2年後先物の,の,あのシュアシチャートをですね、見ていきますと、 まあ現在ですねダブルトップのよようなな形になってますよね、えー、ダブルトップということでこれね見ていきますとここからこういうにくらいが切れるんですけども大体値幅がですねえー、っと、まあ、5000円ですかね5200円あるということで、まあ、ここから5200円落ちるとしたらですね、まあ、今1万9250円なので、まあまあ、1万4000円ですよね1万4000円ぐらいまで落ちる可能性があるというねチャ、えートパ、まあ、ターン的な状況であります。 まあ、あとですね、えー、パッと見、このね、えー、トレンドラインが終わっているような感じがするんですよね。まあ、トレンドラインがあ、このポイントで引けるかな。このポイントでいけそうですので、引いていきますと、まあ、こんな感じですよね、えー。引けるので、これで見ていきますと、そうですね、こっから、ここまで落ちますよね。4000ですね。4000ぐらい落ちると考えると、まあ、こっからの4000なので、えー、あこの辺りですね。 4000円、このあたり。なので、とりあえずですね、この、まあ、トレンドライン割れの目標株価ですね、目標値には、まあ、到達している状況なのかなとね、えー、分析をしております。まあ、ここからの予想なんですけども、とりあえずですね、えー、もう一個トレンドラインがあ引けるということで、引いていきますと、ここで引きますよね、ここで引けるので、引いていくと、こんな感じになるので、まあ、このあたりですね、このあたりは結構トレンドラインと、 まあ水平線のラインがね集中しているまあ意識されるラインが集中しているのでまあ意識される可能性高いのかなというところで今ね、えー、ここで意識されてちょっと下げてきているね、えー、状況ですよね。まあ、なのでイメージ的にはもしかしたらね、えー、多分1万5,000円はね非常に硬いんですよね。実を言うと1万5,000円っていうのはあのこう非常に硬くて中足、うん、ではダメか足にしてみようかな。 1万5千円0っていうのは結構硬、ね、いラインなんですよね。で、えー、ここ結構集中してるのでここはね前から硬いラインっていうね予想はしておりました。で、えー、ここをね1万5千円とっていうねラインを割ってくると1万5千円っていうのは、まあ、ちょうどねえー、っとこのラインかなこのラインですねこのラインが1万5千円のラインなんですがここを割ってくると。 まあ本格的ななな下げになるのかとというところなんです1ね。5000円から1万8000円のゾーンというのは非常に、ね、強いゾーンという風ねえに、まあ、言ってたと思うんですが、1万8000円いきますね。1万8000円はこの辺りかな。まあ、この辺りですねえ。このゾーンというのは、まあ、ここも、ね、すごい集中しているので、 結構強いゾーンなんですよねで、えー、っと相場の特徴といたしまして1回です、ねえー、このゾーンをあの入,って入り込んだ場合については一番下をた、ねえー、叩きにくる習性があるんですよね、まあ、ちょっとねトレンドライン消えてしまったのでもう一回ねかき浸してみますと、まあ、こんな感じですよね、えー、こんな感じになってであとはネックラインですよねネックラインがこの辺りになるっていうことで で,こ,うなりますよ、ね、でこれをですねまあ、広げてみていきますとまあ、こんな感じになるんですけど今ね、えー、このちょうどね、えー、固まってるポイントで押し戻されてきてるというね、えー、状況であります、まあ、パターン的にこれからのね値、えー、動きを読んでいきますとパターン的にはまあこの辺りでは届くんじゃないかなというふうにねイメージをしております一応オタ体能ではですねまだ第一波なんですよね、えー、っとエタドを測っていきますとまだ第一 あのね、ダイパー高値、ダイパー安値で今ね、えー、戻り、戻りが発生している状況で、チャートボタン的にはね、えー、チャートボタン的にはこの1 2分の1を、ね、ちょっと超えるあたりですね、えー、だいたいまあ株価、価格にしてですね、えー、2万円あたりですね、2万円あたりぐらいまで戻してきてもおかしくない状況なんですけども、ここまで、ね、戻ってこなかった場合ですよね、えー、これ、ね、ネックインが固まっているので、戻りにくいところがあると思うんですが、ここまで戻ってこなかった場合については、またですね、 えー、おそらく1万6000円あたりはねまたね、えー、叩きにくる可能性があるのかなというねイメージを持っております、えー、ちなみにですね、えー、この部分ですねチャートパターンができているので、えー、チャートパターンの、ね、アウトプットを出していきますとこの辺かなこういう感じで抜けてるのでさっきとね私が言った通りですよね、えー、2万30円あたりですねこの辺りぐらいまで え戻してくる可能性があるのかなというねアウトプットが出ております。はい、ということでですね、えー、時間軸を落として4時間足まで、ね、持っていきますと、まあ、こんな感じのね、えー、チャートになっております。一応これを使ってトレンドラインを使ってですねチャ、えートパ、まあ、ターンブレイクしているので引いていきますと、まあ、今のところ、えー、っとどれぐらいだろうなここからここまでかなエネルギー的には えーまあ、ブレイクしているのでここ,ここから一番高いところは1800円ですよね1800円ぐらいのエネルギーがあるのでここでブレイクしているから、まあ、1800円と考えるとそうですねえっ、ー、と2万ぐらいですかね1 9750円あたりまでいく力がね、えー、ある状況となっております、まあ、続いてですね えとチャートパターン、ペナントをブレイクしているということで、えー、相場の原理原則インジケーターのチャートパターンを使って、ですね、えー、と目標値をアウトプットしていきますと、えー、こんな感じですよね。こんな感じですよね。えー、さっきは1万9,750円なんですけど、この場合はあ2万30円ですよね。なので、1万9,750円から2万30円あたりまで、 えー、テクニカル的にはですね、えー、動いてくる可能性があるのかなというね、えー、アウトプットになります。まあ、すぐ真上に、えー、このあたりぐらいにですね、ネックラインとあのトレンドラインの、ね、レジスタンスがね、固まっていたので、えー、もしかしたらね、ここまで届かない、まあ、トレンドが弱い場合については、ここまで届,届きませんので、えー、届かずに、えーまあ、1万6000と、これはあるのかな、400円ぐらいですかね、400円ぐらいまで、えー、下落する可能性があるのかなというね、イメージを持っております。 続いてですね、えー、っと、ちょっとあのチャートを見ていきますね。えー、っと、1時間足、1時間足ちょっと分かりづらいな。こうやってね、あの相その原理原則というね、えー、まあインジケーターなんですけど、ちょっとね、えー、要線と陰線が入り混じったね、えー、チャートは苦手なんですよね。えー、まあ、どうせならこうがっ、がっつりに入ってる方が、まあ、トレンドが出てね、えー、分かりやすいんですよね。こうや例えばこうやってですね。こうやつだと、 まあ結構正確には出やすいんですけど、まあ、これちょっと出てないんですけど、まあ、こんな形で第5話までね、えー、出たという形になってですよね。で今回の場合はちょっとね要線と陰線が混じってるのでちょっとね苦手とするパターンですよね。やってみるにはやってみるにはこうなっちゃいますよねあの。しっかりとした波動でないと、まあ、精度というかですね、まあ、リスクリア度の良さそうな波動を取れないので。 こういうね、えー、陽線と陰線が入り混じってるようなチャートはですね、えー、見逃すようにしてます。15分足でいってみますかねで15分足。15分足を見ていきますと、これもまあまだね、えーと、波動っぽいくなってるので、使えるかなって感じですよね。一応ね、いつもやってるんですけど、あの安値猫、ままあね、上昇トレンドを図る場合については、前に。 あの加工まあ、上昇トレんドがあるんですけど上昇してきてズドンと落ちますよね。えー、ズドンと落ちて下降トレんドになっているけどここでね下げ,止まり下,下げ止まってますよね。安値更新が止まって安値更新が止まった後高値をね超えているということでここからですねえー、とエリオードが出てるということなんですけどこれを見てもね分かりますように結構ね高い精度で出てますよね。で今ね第5波は生きているのでこの波動についてはあのもしかしたらね えー、調整がが発生するるとと、まあ、下げてくる可能性が高いいのかなという、ねえー、イメージを持つことができますちなみにこのね、えー、もみ合いですねこれまだもみ合いの形になってないんですが上に2回下に2回というね、えーまあたあのー、反転ポイントを実体でこうやって取られていけばですねまあ2個しか1個しかないんですけどあと1個で、ね、取られていけば、まあ、こういった形で、えー、目標値がね上に抜けした場合については1万9,300円ぐらいですね。 下,だけ下までついたら1万7880円ということで、まあ、1万 7, 900円ぐらいですね、えー、ぐらいまで落ちてくるという、ね、アウトプットになります。はい、ということでですね、えー、続いてドル円チャートですね、えー、ドル円の4時間使チャートを見ていきたいと思います。まあ、実はね、このチャートにつきましてはあのー、私の、ね、メルマガでもうアウトプットね、えー、結構前から出てるんですが あのねえー、ちょうどまああのここでですねどうやって色タ態度を出しているのかについて展示をしていきたいと思います。まずですね、えー、このチャートをです、ね、見ていきますと、ずっと下降トレンドがあって、下降トレンドがあったんですが、ここで、ね、安値が止まってますよね。であと、ここでですねペナントを上抜けブレイクしているので、えーまああのまあ、そこの件で,ですね、えー、まああのチャートパターンをつけて、抜けた場合について、そこがですね医療態度になるということで。 えここね、第1波といたしますと、まあ、こういう形ですとね、えー、エルタの第1波、第2波、第3波があって、第4波がちょっと深かったんですが、あ第5波がそのまま発生しているという、ねえー、状況でありますで。ちなみにですね、第5波の目標値につきましては、113 27 11円27.2銭ですよね、えー、このあたりがあ目標値になってくるのかなというねアウトプットが出ております。まあ、にすすででにね、あのーまあ、第のの目標値の ゾウに近いところまでね来ているということで、えー、もしかしたらねトレンドがねもしね、えー、下の場合についてはあのここ前あの第五のね目標値届かない可能性もね、えー、あるのかなという状況であります。以上でですね、えー、本日の動画については終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。